東海道新幹線の米原新大阪間を JR 西日本へ移管する、そんな話が出てきました。まあ、かなり無理のある話とも言われていますが、簡単に説明したいと思います。ことの発端は、石川県の加賀市長のリクエストでした。どんな内容かというと、米原ルートはオレンジの JR の私物のため実現できないんだろ。だったら米原新大阪間を青色に上げたらええやん。といった感じだったようです。東海道新幹線は全区間にわたってオレンジ色の JR 東海の私物ですね。北陸新幹線の米原ルートとはどんなものかというと、良い子のみんなはもうわかりますね。米原以北は北陸新幹線として作り、ここは JR 西日本のテリトリーになります。米原新大阪間は JR 東海のテリトリーです。よって、2つの会社がコラボする話になります。JR 東海はやりませんと言っていますね。そこで出てきたのが、米原新大阪間がオレンジ色のところだから話がややこしいんだよ。青色にプレゼントすれば一発で解決できる。といった案だった感じです。さらに、リニアの話も出てきました。リニアが新大阪までできるとどうなるでしょうか。JR 東海、東海道新幹線プラスリニア中央新幹線、ダブルで新幹線を持つことになります。どちらも、東京大阪間を結ぶドル箱路線ですね。国鉄が民営化されてできたメンバーの中でも特に勝ち組です。今後、勝ち組は、さらに勝ち組になります。まあ、今のリアルな社会と同じ感じですね。チャンネル登録者数が多い有能な人ほどサクセス、これと同じですね。そんな中で加賀市長、オレンジ様はリニアもあってお金持ちだから、国が間に入って青色に渡せるだろう。そうすれば収入が減る青色さんも OK するはず。といった感じのことを言いました。国のポリティカルな判断で米原ルートにできるといった内容です。これらの件については、国会議員の間でも賛成する人が出てきています。民主党系の元国土交通大臣、維新の会の幹部の方も述べています。米原ルートは費用対効果が高く、割安なコストで作られるのが確かです。安くて簡単、そんな事情があって米原推しが絶えないようです。ただ、国はこんなことを言っています。米原ルートは絶対に無理。オバマ京都ルートですでに決定している。今さら蒸し返すなよ。2016年の会議で決定済みとのポジションです。ポリティカルな世界でも、オバマ京都ルートで賛成の人が多いようです。石川県の長谷知事も、オバマ氏を通すプランで一致しています。他の県知事も全員一致しています。ただ、石川県議会議員の先生方は違うようです。6割近くは、米原が良いと答えたとかニュースがありました。ただ、皆さん思ったかもしれません。なんで国とかそんなに米原ルートを嫌がってるんだよ。値段の面を見てみましょう。米原ルート、値段は確かに安いです。ただ、オバマ京都ルートにはメリットがあります。距離が短く、新幹線開業後の効果が高いようです。米原は、琵琶湖を挟んだ反対側に位置します。敦賀京都間の移動では大回りになります。その上、JR 東海を巻き込んだ話になり、いろいろと話し合いが必要になります。国土交通省の目線だとこんな感じかと思います。オバマ京都ルートなら、京都府さえ賛成してくれれば、あとは作るだけ。全区間にわたって、北陸新幹線単独の区間になるため、面倒なプロセスがないですね。必要なのは、反対している方々のご理解オンリーです。でも国が本気出して、米原新大阪間を買い取れば、あとは作るだけだろう。確かに、そんな話もあるようです。もともと、国鉄民営化直後は国のものでした。新幹線鉄道保有機構という、まあ、国の子分が持っていました。それを JR に売り払った感じです。東海道新幹線は、JR 東海が5兆円くらいで買い取りました。ゆえに、国が再度買い取れば1兆円くらいになります。というわけで。結局、オバマ京都ルートと大差なくね。だったら、オバマ京都ルートでいいやん。となるみたいです。米原ルート単品では6000億円です。これに米原新大阪間をプラスすると、良い子の皆さんは計算できますね。合計で1兆6000億円になります。オバマ京都ルートは約2兆円です。ショートカットできる点を考えると、そういうことですね。しかも、東海道新幹線には別の問題があります。国のものになっても、
望みが多すぎて北陸を走らせる余裕すらないだろう。望みは最大で毎時12本あります。これに加えて光、小玉も追加されます。北陸新幹線が乱入できる余裕はないですね。毎日正社員として仕事するサラリーマンに PTA の役員の活動を行う余裕などない、そんな感じかと思います。じゃあ米払い制を複々線化すればいいだろう。お金がかかります。京都に地下トンネルを掘りより安いだろう。線路を2本から4本に増やす意見もあります。金額に関しては不明です。ただそういうことですね。京都の地下にトンネルを掘るよりは安くなりそうです。ただ工事区間が長くなってむしろ高くなる可能性があります。しかも東海道新幹線の周辺を見ると都会化されています。線路のための土地を買うのは難しいですね。他にも東海道新幹線の地下にトンネルを掘るのもありかもしれません。ただそれだと小浜京都ルートと同じになってしまいます。むしろ高くなってしまいますね。となれば反対派の皆さんから、おい、何ルート変更してるんだよ、遠回りでしかもコストアップかよ、とディスられてしまいますね。ショートカットはあくまでも小浜市を経由するルートです。所要時間が短ければその分北陸地区にメリットが出ます。遠回りしてまでコストアップさせる理由は薄いですね。そもそも今後はリニアもできます。リニア開業後も線路を増やす必要があるのかというと疑問点であります。リニアができるなら北陸分を走らせる余裕出てくるだろう。リニアができれば余裕は確かにできそうです。ただ予備として枠を残したい思いが JR 東海にはあるようです。東海道の複々線化でも国がお金を出すのかは微妙です。整備新幹線ではなくなるとして無理とか言いそうです。じゃあ青色さんに自腹で出してもらえば、米原新大阪間の買取費用を JR 西日本の自己負担とする、あるいは複々線の工事費を出してもらうとか話もあるようです。まあそんなお金を出すわけないですね。ゆえに米原ルートは無理、そう言われている感じです。加賀市長の話に戻ります。石川県知事は小浜京都ルートを推奨しています。ただこれについて市長は、本当にそう思っているのかな。京都の水問題とか解決していないことは分かっているはず。っていうか米原ルートでいいとか人前では言えないよ。みんな本音では小浜京都ルートは無理と思っている、そんな見方です。確かに北陸地区の知事の会合で米原ルートを推奨しますとは言いにくいですね。福井県も富山県も小浜京都ルート推しです。特に福井県は小浜市を通すのが絶対ですね。もし福井県の前で反旗を翻せば、おい石川県、何変なこと言っている、よくもなりったなと言われてしまうかもしれないですね。いろいろとバトルがスタートしてしまいます。ゆえに県レベルではそのまま京都を通過するルートを前提にしている感じです。そんな中、北陸新幹線与党整備委員会というミーティングがありました。自民党の先生方は、あくまでも小浜京都ルートで進めます、ルートとか年内に決めるぞといった感じのことを公表しました。現時点では具体的なルートは決まっていません。詳細ルートを12月までに公開する予定のようです。どんなところを通るのか楽しみですね。一方、米原ルートについてもコメントしました。技術的な問題が解決できていない、問題がありすぎて無理って言ってるだろう。いつも通りの回答ですね。欠点は2016年時点と同じとしました。敦賀京都間のルートを決定した時と同じですね。その後解決した部分はゼロです。ゆえに一部の自治体が求める案は無理っぽいです。ただ皆さん思ったかもしれません、着工後条件はどうするんですか、地下水で反対の声はどうするんですか。着工後条件、並行在来線や地方負担の話ですね。これまでの条件だと京都府にとって多額の出費が待っています。北陸新幹線にやる気がない理由の一つとされています。今後議論する、そんなスタンスのようです。一方、地下水の話は収まる気配がありません。行政大執行になるまで全力で阻止する、そんな事例が出てくるかもしれません。となれば工期が長くなってしまいますね。解決のめどは立っていない、残念ながらそう言えそうです。ルートに関する問題、今後も続きそうです。
皆さんは何か感想ありますか？ここまで、米原新大阪間を JR 西日本に挙げる話でした。うぷ主のおっさん、説法タイムとさせていただきます。米原ルートは、とにかく遠回り、遠、迂回、道、新幹線、ゆう。